流域モノチャンネル。はい、皆さんこんにちは、流域モノチャンネルです。最近ね、寒くなりましたけど、たまに暖かいですよね。どっちやねんっていう話ですけども、もちろんそういう風にね言った理由もちゃんとありましてね、多分まだ風がビュンビュン吹いてないんだと思うんですよね。そのことによってこう暖かく感じているということだと思います。まあどうでもいい話なんですけど、関西限定かもわかりませんけどね、まあ地域によっては寒いところもあるとは思います。皆さんところはいかがですか？お風邪などお引きになっておられませんか？まあ大きなお世話や言うてね、怒られるかもわかりませんけども、本日も元気出してやっていかなあかんな思ってるところでございます。さあ早速ですが、本日も行ってまいりましょう。本日何をかな、まだ決めてないけど大体決まってる。オワコンになりたかが、あのね、オワコンになりかけてるけど頑張っていきます。レッツメダカ。まずは余談になるんですが、もう3回ほど出てきてるこのメダカボール、もう出しませんけどね。今回ちょっと聞いてほしいのが、このメダカボールっていうのは100均なんですよね。最近ね、ネットとか見ているとね、通販でね、もう100均じゃなくもっともっと高くでね売られてるんでね、皆さんね気をつけてくださいね。これは100円で売ってます。便利ですよ。まあね、シールの貼る位置はちょっとね考えていただきたいんですけどね、100均ですからね。はい、本日はですね、またまた買っちゃった企画をやっていきたいと思います。これはね、ヤフオクだけじゃないんですけどね、まあそれとこの前ちょっとご紹介できなかった分の卵から幼魚になった分と合わせてご紹介させていただきます。まずはですね、これもヤフオクじゃないんですけど、直接買わせていただいたんですけど、サファイアですね。サファイアの稚魚、めちゃめちゃ稚魚なんですけど、ちょっともうこれは加温して買っていかなあかんなと。それと緑光のヒレナガ、これも10匹、あ、さっきのも10匹、これも10匹、こちらもかなり小さいです。多分1センチぐらいあるかないかっていうぐらいですね。まあ1センチはあったかな。はい、それとね、この前と一緒のことぶき紅白大外光をですね、またおまけで入れていただいたんで、こう3種類あります。まあ一つはまあことぶき紅白なんで前と一緒なんですけど、また買っちゃいました。はい、これがですね、サファイアですね。ちょっとね、グリモーターで見えにくくなってますね。サファイアの色的にもちょっと見にくいという感じですね。そしてこちらが緑光のヒレナガ、こちらはねよく見えると思います。若干ねもうヒレも伸びてきてまして、このまま順調に変えればと思います。そして最後はことぶき紅白大外光です。こちらも10匹、すべて10匹ですね。10匹ですか。まあ、ちょっと余分に入れていただいてるかもわからないですね。まあサファイアに関してはどうしても欲しいということでお願いした分があったので、ちょっと小さくなってるんです。この緑光のヒレナガやことぶき紅白よりはちょっと小さめです。それでもね、まあ加温飼育して成長を楽しみにしております。もちろん無選別、何もない状態なので、どんな子が生まれるかは分かりません。はい、続きましてですね、こちらがですね、ちょっと私がまあいくつかずっと20種類近くを新規購入しててですね、ちょっと何になったか分からんようになってしまった子なんですけど、ちょっとどうもこれが鬼ラメなんやろかって思ったんですよね。実際はちょっと見てわかる方、ぜひコメント欄にちょっと記入していただきたいです。これだけちょっとすいません、わからんようになってしまいました。ちょっとなんとかよろしくお願いいたします。はい、こちらはですね、卵から買った忘却の翼です。
もう表現がほぼ出てません。まあ、すみません、透明容器っていうこともありまして出てないのかもわからないですね。ちょっとこちらを見てください。でこちらも今の幼病です。まあ、表現出てるんですか出てないんですか、ちょっと微妙だと思います。まあ、綺麗は綺麗です。メダカさんとしては成り立ってますけど、果たしてこれが忘却の翼と言えるんでしょうか。まあ、卵からのもちろん無選別でございます。はい、こちらが横身の忘却の翼です。あれ、これドラゴンブルーじゃない、これまあ無視して、はい、こちら、あ、これもおかしい、真ん中ぐらいの赤いの、まあこんな感じですか。上身も見ときます。あ、こんな感じ。卵から、まあ、15種類ぐらい買ったんですけど、よくあるのがこうやっぱり卵の入れ間違いっていうのはよくありますね。今もドラゴンブルーはちょっとまあ忘却の翼の中に入ったので、まあそういうことがあるということですね。はい、最後にですね、お話まるっきり変わっちゃうんですけど、最近ですね、鯉とか金魚とかを引き取ってくれっていうご依頼の、いや僕そんな業者じゃないんですけどね、そういうお話をちょこちょこいただくようになりました。これで3回目ですね。ほんの3ヶ月で3回目です。で今回はですね、大きくなりすぎた金魚を引き取ってほしいということで、もうそこを潰して畑にしたいということでございました。それでまあ知り合いの軽トラで向かってるところでございます。まあ、最近はね、学校関係でもそうなんですけど、まあ普通一般家庭のご自宅もそうなんですけど、こう鯉とかね、金魚も飼われないお宅がね多くなってきました。まあこれも時代ですかね、もう流行らんって言うと怒られますけど、そういうお宅が多くなってるみたいですね。世話が面倒だ大変だということでね。これそこのご自宅の金魚池なんですが、まあ5年10年選手ばっかりなんで、これね、夜店の屋台で買った金魚らしいんですけど、すごいことになってますよね。もう船ですね、これ船のでっかいやつですね。という感じでこれをいうのを引き取らせてもらいました。でこちらに入れたんですけど、これはまあ第3の飼育場なんですけど、順々にちょこ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 やって完成しつつあります。もうね、ここはそのまま部屋ごと温めるつもりにしました。ちょっと思い切ってしまいました。これからもこういう動画続けていきますので、また見ていただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。これが良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回にお会いしましょう。楽しいメダカライフを。ありがとうございました。